実は学生時代の話はもう一つあり、それについて最近分かったことがあって話がまとまったんでとか。こっちは井戸の一件同様、俺の直接体験が入ってきます。B の学生時代の元彼の E の話は前に書いた。E は俺らの遊び仲間じゃなかったんで、井戸の一件には絡んでない。B とは卒業直前あたりで就職のことで行き違って別れたと聞いてる。ひょっとしたら今も B を出入りしてるものの存在は知らないのかもしれない。学生時代 E からもらった指輪を B が仲間内で披露していたことがあった。金銀組み合わせの指輪で、仲間内の女子が言うには結構いいものらしかったが、 A がすごい微妙な様子だった。井戸の一件の後だったので、俺は後でこそっと「あの指輪なんかある?」と A に聞きました。まずいかも。でもどうしよう。俺くん、お祓いできる人とか知らないよね。俺は A の他に見える人の本物は一人も知らなかったので、そう言うと A は平行した様子で、A は自分が見える人だが、経験則で危ないものを避けてきただけで、霊能者などの知り合いはいないらしいです。それに B も貸してくれないよね、お祓いとかするところに。 B 本人連れて行ったら、まず B のあれと揉めるかもしれないし、かといって指輪が霊的に危ないなどと言ったら B のことだから、それこそ面白がって花見離さず持ち歩くのが俺にも想像できた。まあ、B はあれがいるから大丈夫なんじゃと俺は言ったが、 A は複雑な顔で、っていうかちょっとねと言い、それで会話は終わりました。次の日、大学内で A が事故って怪我をした。捨ててあった何かのガラスでざっくり切ったとかで、大学の保健管理センターへ運ばれた A は、その時一緒にいた同じ科のやつに、自分の荷物は最寄りの工事室に置いといてくれ、後で取りに行くからと言ったらしい。で、事故の後にそいつと俺が出くわして話した。財布とか貴重品はさすがに放置じゃまずくないかということになり、俺が預かっといてやることにした。工事室に行くと誰もいなくて、 A のカバンがポンと椅子の上に置いてあった。見覚えはあったが、他のやつのだったらまずいし、失礼して中を開けて何か氏名のわかるものを確認しようとした。そしたら、財布の入ったポケットの中に一緒に小さなビニール袋に入った指輪が見えた。前日 B が皆に見せまくってたのとそっくりのが。え、なんで?これ B の指輪か?どうして A が?と思ったが、単に同じものを買ったのかもしれないし、まあひょっとしたら A が思い切って無断拝借してお祓いに持ち込むつもりだったのかもしれないとも考え、とにかく財布の中の免許証を確認してカバンを持って部屋を出ようとしたら、後ろからニャーって声がした。振り向いたら窓枠のとこに灰色っぽい猫がいた。にゃーってもう一度鳴いた猫がひょいっと窓から外へ降りてから少しして気がついた。さっきいなかったよな、猫。それでここ4階だよな。外に木の枝とかあったっけ?慌ててカバンを置いて窓に駆け寄ってみると、窓の外には何もない。木の枝が張り出してもいないし、建物の外側のどこにも猫はいないし、もちろん落ちて死んだりもしてない。4階くらいなら飛び降りて逃げられるもんなのかと思いつつ、戻って A のカバンを手に持って仰天した。絶対さっきまでなかった派手な裂き傷がカバンについてた。ダメ押しにもう一度、足元でニャーって声がするに至って、ようやく俺は A がしきりに気にしていた例の指輪が俺の持ってるカバンの中にあるんだという事実に気がついた。ゾクッと背筋が寒くなったところへ、またニャー、さらにガリッて音が続いた。見下ろすと俺の靴紐が結び目のとこで何箇所か裂けてた。もちろん猫はいない。ニャーニャーニャーとかなりの至近距離に聞こえるその声は、なんだかだんだんと嫌な感じになってきた。
冷や汗をかき始めた俺の周りをうろうろしてた鳴き声にボソッと暗い感じの人間の声が重なった。なんか死んじゃえ、死ねばいいのに。エコーをかけたような変な声だった。硬直した俺はとっさに大急ぎで携帯電話を出して速攻で電話をかけた。プルルプルルと呼び出し音が鳴る間も足元で見えない猫が鳴いてた。靴やカバンがガリガリ音を立ててチラッと見下ろすと床にもなんだか傷が増えてきてるような気がした。ガリッと衝撃があって足首に痛みが走ったのと同時くらいに電話がつながった。はい、もしもし。B か、あのさ、俺だけど、A のこと聞いた？ありがたいことに B は学内にいた。急いで A の怪我の件を説明し、荷物を預かってくれと頼むと B は快諾した。電話を切った俺は A のカバンを持ってダッシュして B と待ち合わせた場所へ向かった。エンドレスに足元から聞こえる猫の鳴き声に混ざって、ポソポソと、死んじゃえとか、死ねばいいとかつぶやく女の声がし続けた。建物を出たあたりでしっと足の間を通り抜けるような感触がして足がもつれて思い切りこけて止めてあった自転車に突っ込んだ。うわー、俺くん大丈夫？待ち合わせしてた自販機のところから大声で言いながら B が駆け寄ってきた。俺くん手、それに足も血が出てんじゃん。 B が騒ぎながら俺に手を貸してくれ、荷物を持ってくれて気がついたら猫の声も変な女の声もしなくなってた。ただ後で確認したらやっぱり足の傷は自転車の金具で切ったんじゃなく爪で引っかかれた傷でした。 A の怪我もそれほどひどくはなく、 A のカバンの中にあった指輪は A が B から借りたものでした。同じようなのがどうしても欲しいからお店で見せてこういうのが欲しいというのの見本にしたいと言って借りたそうで、ただ俺がカバンを B に預けた話をすると A はあ、そうと言ったきりで猫と女の声についても何も説明してくれなかった。今になって俺がこの話を思い出したのは最近 A が B 宅を訪問した時の件があったからでした。 B の部屋の話、白い衣装と神社の一件の話を聞き、 B の中にいる者は B を守るだけで悪霊退治をするわけではない、周囲の人がとばっちりを受けてもたたられても B が無事なら何もしてくれないということを知って急に気になったのがこの一件だった。俺はこの後 B と指輪の話をしたことがある。B はその時 A から返却されたその指輪をはめてた。 A が同じようなのが欲し A が同じようなのを欲しがってたけど見つからなかったんだよね。あれ E が親戚の子に選んで買ってきてもらったんだ、買ってきてもらったんだって。で E に指輪を選んでくれたその女の子が E の在学中に亡くなってるんだ。E が葬儀に出たと言っていたのは確かこの一件の少し後だった。当時は俺が女の声を聞いた時には生きてたわけだから無関係だと思ってた。あの一件は B の手元に指輪が戻って B には何も起こらなかったことで片付いたつもりでいた。でも今考えてみるとどうしても気になって先日改めて A に聞いてみた。A はものすごく迷っていたがやっぱり黙ってるのがしんどかったようで、しつこく聞いたら最後には話してくれた。黒だった。その親戚の子 E が好きだったんだと思うよ。どこで呪いの方法を見つけたのかは知らないけど、実際に猫を殺して本格的に呪いかけるくらい B が憎かったんじゃないかね。俺が聞いたのはやっぱりその子の声らしかった。 E から指輪をもらう女に対して死んじゃえとつぶやいて猫を殺した時の声なんだろうと俺は思った。そして A が心配してたのは B が呪われることじゃなかった。 B の中にいるものの性質をかなり正確に把握していた A は動物を殺して形を整えて行われた呪いの
帰りを気にしてたんだった。私も俺くんも大怪我じゃなかったでしょ。呪い自体には人を殺すような力はなかったんだと思う。だけど B にはあれがいたから、 B をターゲットにまっすぐ飛ばされたものをあれがまっすぐ打ち返した時に加速がついちゃったんだと思う。A はそれ以外は何も言わなかった。多分当時の A は指輪をどこか霊能者のところへ持ち込んで呪いを外してもらおうと考えてたんだと思う。正直 A と話してから少し気持ちの整理がつかなくて混乱してる。俺が B を呼んで A のカバンを渡さなかったら E の親戚の子は死ななかったんだろうか。 B に A のカバンを預けたと言った時、 A が取り戻そうとしなかったのはもう間に合わないと思ったのか、怪我して怖くなったのか、俺はわからない。いずれにせよもう何年も前の話だ。 B は何も悪くないんだろう。普通に彼氏からもらった指輪を喜んでただけで、少し大雑把だけどいい子で、同じものを探すのに貸してと言った A に快く指輪を貸し出してくれるようなやつだったわけで、でも俺が悪いんだとも思いたくない。A も俺も巻き込まれただけじゃないかって気持ちが消えない。同時に猫を殺して呪いをかけた女の子は確かにゾッとするけど、相手が B でなかったら死人は出なかった話だったんだと思わずにいられない。 A が複雑な顔で何もできないんだよねって繰り返す気持ちが初めてまともに分かった気がした。